近くに。いい？誰にも言わないでね。おっと、ティナリのささやきボイス？ボイス？舌打ちしてくれ、ティナリ。ティナリに任せた。ティナリ。なんだかワクワクしてきたぞ。ほら、ワクワクしてきたぞ。早速行動開始だ。ナヒーダに素敵な誕生日プレゼントを。ちょっと声がでかくないか、パイモン。おい、あれ、やっぱスメール女子可愛いな。あらー、いいですね。パイモンは聡明でおとなしい子。ピンチをチャンスに変えるのは得意。ピンチはチャンス、ピンチはチャンス。パイモンは聡明でおとなしい子。パイモンは聡明でおとなしい子。ガチ嘘。マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。それ全部キャンディスが食べるの？ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ、よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。大食いなんですよ、この人。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？おお。ああ、もちろん。全部で29,000モラだが、26,000モラでどうだ？いやー、ちょっとキリ悪いな。2万でどう？2万モラにしていただけますか？言った嘘だろ。値切りすぎ。俺でも値切りすぎだろって思ったのに。値切りが容赦ない。それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そりゃそうだ。そうですか。ではそもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引までが限界だな。わかりました、ありがとうございます。いやー、でもこの強気な交渉で2割引かせたからな。とんでもない。キャンディスってオイラたちより値引きがうまいんじゃないか。なんとか2割までならって。2割ってクソでかいけどな、普通に。ここに箱を置いたのは誰だ？誰だ？はい、先生、目つぶってますからね。皆さん、ここに箱を置いた人、つぶって、はい、目つぶりました、目つぶりました。先生、誰にも言わないから手挙げて。はい、はい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 、ありがとうありがとう。手下げていいよ。手下げていいよ。そうね、よかった、ちゃんと言ってくれて。山田くん、ありがとうね。うわー、手をつなぎましょう。お祭りの間は美味しそうなスイーツがいっぱい。ダメ、我慢。お前またタフチンのこと考えとるんか。意外と食いしん坊よな。ニーロ、リハーサルが終わったらスイーツを食べに行かない？家臣誕祭の期間中、プスポカフェに限定の商品があるんだって。また食べ物の話してる。今回は遠慮しとこうかな。フロート社のパレードも近いし、少し控えないと。そう、やっぱ踊り子として気にするんだ ね。この時期パティサラプリンを買うともう一つ無料でもらえるって聞いたけど。パティサラプリンを買うと、もう一つ無料で？タフチーンも二つ目は半額だそうだし。実質ただやん、1個。ほなカロリーも半額か。それからシロップたっぷりのバクラバも。分かったよ、一緒に行けばいいんでしょ？いっぱい食べる君が好き。シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でバッタリ会うかもしれないだろ。まずい。その点ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。低いだけです。サプライズを用意しているところをクラクサナリデビ様に見られたら。後ろ。あら、ここで何をしているの？おお、私の名前が聞こえた気がしたけど。
いやどうかしたのかしら。はてな。カーベ。はい。はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。ありえんじゃろ。失敗じゃ。分かれ。顎クイクイ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリテビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。ぐ、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないよ。いや、そんなお手を煩わせるわけには。クラクサナリテビ様のお手を煩わせるわけには。かわいいなこの二人。あら、何か都合でも悪いの。いや、なことないですけどね。都合が悪くなんてないんですよ。そのデザインの方は。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから。それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。あまり察さないでいただけると。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。まずい。泳ぎすぎめ。ニロ。ニロ。助けて。指さしてる。何？クラクサナリテビ様。かわいすぎる、ニーロ。あら、ニーロ、何かご用かしら。はい、過信探査で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリテビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。すげえ、察してくれてる。ニーロもね、サプライズのこと分かってるからってことだよね。素晴らしい、ナイスフォロー。ならすぐに向かうわ。今のなんだよ。見てくれてありがとう。今のもう一回見せてくれ。今の何？みんな。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。おえ、神も割と暇ないことあるんだな。暇な神なんていない。いない。ああ、悲鳴出ちゃった。おい、ウィンクしたぞ。悲鳴出ちゃった。思わず。急なファンサって悲鳴が出るんだね。びっくりしたー。あー、手振ってくれたー。ナヒラー。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。いい笑顔。あれ神。守りたい。もうやめてくれ。あの笑顔。これ以上は心臓が持たないぞ。ネビダ、今朝ニーロを見かけなかったか。ニーロさんですか。
綺麗な服を着て町の外に行くのを見ましたけど。綺麗な服を着て、おい別衣装。いや別に普段から綺麗だけど。あ、綺麗って言っちゃった。町の外？何言ってんだ俺。ええ、あちらの方です。あそこ。え、あ、え、着替え、ニーロだ。本当にニーロだぞ。なんだって。ニーロ。遠すぎて聞こえないようだ。嘘だろ、もっと大きい声出そうか俺が。あっちに行こうぜ。マジで本気で大声出そうと思ったけど、普通に配信で切れられそうだから今思いとどまったわ。あぶねえ。こんな遠くまで来ることになるとはね。はあ、おい、おま、おま、そろそろ着くのかな。ニーロー、え、ニーロー来てやったぞ。悪いやつに。あれ、すごい聞き慣れた声。おや、悪いやつっていうのは僕のことかな。瀬戸っす、このゲームでは初めまして。なぜお前が。僕がどうかした？みんなどうしてここに？お前ちょ、なんでみんな質問ばっかしてるんだよ。って、オイラも今しちゃったけど。ニロ、そいつとはどんな関係で？騒がしいわね。静かな場所で練習することも叶わないわけ。お前いつポケットから俺の喋った声ついた？僕はここに残るよ。この辺は魔物が結構多いし、護衛は一人でも多い方がいいだろ。いい、俺が残るよ。いいセトス。みんなを心配させちゃってごめんね。セトスダンスを覚えたら大丈夫だよ。そいつはトリプルクラウンだし大丈夫。魔物の一匹や二匹は大丈夫だから。セトス、帰ろうセトス。待つ、え、お先。もうこれだけでちょっと泣けるもんね。なんかもう良くない？これもうこれだけでいい。めっちゃ最近みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが秋になると何かを隠し始めるみたいに。誰に例えてんだよ。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。誕生日、この特別な日には素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そして え、お待たせしました、我が女神。喋った。うわぁ、出発しましょう。あー、もういいぞ。花車が揺らぎ、あ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。おいその服な。やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花の騎士の服着てる。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれ？あれはパチサラか？うわぁ！花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。待て、甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた。成功してるぞ。あー、かわいい。3、2、1。あ、これがぶつかって、花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。おお。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。え？ああ、それ、え、見えるってことみんなに。ああ、え、この子ってヨイミヤの。
でかでかで。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。乾杯。おお、乾杯。やはりケピー、足の目に黒いはなかった。酔ってる。カーベ、お前は建築の天才じゃな。違うかも。ここがあんたも酔っ払いか。やべえなこれ。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。うますぎだろ。どうして普段からもっと演奏してくれないんだ。楽器うますぎだろ。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時、星空を眺めながら弾いているんです。素敵。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演奏などではなく、ニーローさんの踊りでしょ。言うねえキャンディス。え、急にそんな。みんな楽しそうだね。ナヒーダは楽しんでる。ええ、一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか。そんなことないわ。その瞬間に、ああこれは絶対に忘れられない思い出になるって分かることはある。あなたはソルシュというのね。あなたとお友達はスメールシティに引っ越すことは考えていないのかしら。それはお気持ちだけありがたくいただきます、宗神様。ポッケに住んでるよ。私たち彼には己の責務がありますから。それに私たちにとって街は騒がしすぎます。そうなの。でも人々と一緒に過ごしていれば面白いこともあると気づくはずよ。はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。大変だったな。お、本当か。その説は嬉しいぜ。その説は大変だったよ。そう考えると今回の過信探査じゃみんなにサプライズがあったんだな。特にナヒーダがアランナラを呼び出した時はオイラ本当にびっくりしたぞ。ねえ、いい演出だったなあれ。マジでナイスサプライズやね。逆サプライズ。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねってあの子たちに念を押したの。ちらほらいたかも。それでアランサカに会った時、あんなに慌ててたんだな。はいはいはい。口が滑るってこのことだったのか。でもスメールのみんなはあれがナヒーダが送った夢だと思っているぞ。夢ね。ん？ナヒーダ？ん？いいえ、なんでもないわ。そうね、私たち夢の中にいるようなものなのかも。ふむ。だったらこの夢を覚えておこう。え？この瞬間を永遠にして覚めても忘れられない夢にしよう。きっとそう思ってウジャとの目を送った。ああ、思い出せるようにね。ウジャとの目には及ばないけど、俺たちにだって時間を止める方法はある。でもどうすれば。へへ。あまんならへへ。はいはい、みんな集まってくれ。そういうことね。左側の人たち、もうちょっと寄って。時間を飛べるってそういうことね。一瞬をね、思い出にね。わしの靴を踏んでおるのは誰だ。誰だ。うすみません先輩、私だ。ちょっと人が多すぎて。誰絡みやん、酔っ払い。この酔っ払い。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。ふん、こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、写真ね。本当に不思議な考え方をするのね。
これから写真を見るたびにこの瞬間の幸せを思い出せる。そんなことを経験したことはないけど、あなたを信じるわ。この瞬間が私たちのために止まってくれることを。はあ、素敵。あ、私死んじゃう。良すぎて、このイベント。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし。いいやつだな、カーベ。3、2、1。誕生日おめでとう。あれ、レイラは？誕生日おめでとう。最高。うわー、いいわー、これ。なーにこれー。ハルザンのそのピースが若くない。ディシアの目線がドニアザードに行ってるのもいいな。ここ二人なんだよね。こう横並びなんだよ。パイも真ん中ピースかわいいね。ここ二人が横なのもいいですね。キャンディスのこの立ち方はマジ解釈一致やね。ほんまに美女がいいな。何このいい写真。あらー、ちょっとお邪魔しますね。はあ、満足。